1945年7月7日清水空襲静岡県清水区にある電力所がその標的となりました電力所から徒歩2分現在の江尻小学校の道向かいに住む石川正和さんはその空襲によってご家族を亡くしました石川さんに当時のお話を伺っていきますよろしくお願いしますはい私は当時小学校4年生でした 4年生でまだあ右も左も分かりませんけれども、えー、どういうわけか前の日に姉に連れられて、えー、約 1km 近くの姉の友達の家を紹介されました実はそこが私の助かった場所なんです。周りが全部火の実となり母から「これ以上危ない」というおそらく気持ちだったかと思います。 まず、最初に私だけを先外へ出させました。それでは残った家族はと言いますと、その後中部電力やめがけて落ちた。焼夷弾は戦後片付けてみますと11発をしておりました。ご存知の通り、1発で30メートルの空気を取り、そして一瞬のうちに死んでしまいます。空気のなくなった後、じわじわ焼けるのが焼夷弾の特色です。 そして、えー、父は丸焦げ、そして姉と二人の妹は半分焼け、中の雑物も出てたと聞いております。母は一人で弟をかばい、えー、前か後ろがわからなくなっておりました。それでも一番下の弟は無傷だったそうです。それからが本当の戦後でした。戦災孤児は泥棒であり、何をするかわからない、そして 就職活動も一切民間からは断られました中学2年からアルバイトをやりそして定時制高校そして何とか公務員として暮らしましたけれども差別的には何も変わりませんあくまでも繊細小児は繊細細児児はです。そしてもっと困ったのは繊細孤児はみんな 身分が分かると就職できなくなりました現金を扱う職場へは入れなくなっておりました空襲にあってそしてご家族を亡くされてということだったんですけれどもおばあさまと一緒にご生活を始めてからどういった生活が待っていたんですかね一番困っているのは食べ物です食べ物が何にもないですからあの近所の方も、えー、それぞれ、えー、個性がございましてよもぎセリナ そういういものを専門お米っていうのはもう初めからないもんと思ってただおばあちゃんが田舎の出るもんですからその辺だけは助かりまして親族の方々が2、まあ、人だもんですから十分ではないですけれども食料だけはおかげさまで、えー、いただきまして食べるものはあの他の方よりは恵まれました。その おばあさまとの2人暮らしということなんですけれども学校生活っていうのはどういった学校生活だったんですかあのまああのある意味ではね空襲にあるからみんな困ってるもんですからはっきり言って今ののの皆さんん学校のような差はございませんみんな困ってるからかえって今考えてみると、えー、小学校は何でもなかったんですがこれが中学高校行くと違ってくるんですね。世の中が良くくなってくると それだけ差が大きくなりそしてまた相手も余裕が出るから結局その方が本当のいじめが始まりましたあの苦しい時はお互いに苦しいから何でもなかったんですだけど皆さんが生活が良くなればなるほどいじめはきつくなりましたそのいじめっていうのはまあ簡単に言えばあのお金もないし買うものもないしそして持ち物も少ないそうするとある方は 物も3本も4本も持っているけど私は1本持ってしか行くしかないもんでそれでまず変わってきたのが着るものがないから相手はお金ができればいいものをどんどん着ていくけど私はまあ中学卒業するまではまあ外行きは一着しかないから何があってもそれ着るしかないよまあそれは相手にとってはいい責める材料はいくらでもありましたからねから皆さんが豊かになればなるほどいじめがきつかったです。うん そんな中で、高校を卒業されたんですよね。はい。それ、普通にやはり3年間学校に通って卒業されたんですか。あ、ですから、あのそれからそのまでも全部アルバイト。昼間はアルバイトやりまして、夜間の高等学校。ですから皆さんは3年で終わるところ、私は4年かかるということで。まあ、そういう仲間が今でもあの本当に仲良くしております。 そこから就職活動をすするんですよね,ね私はの定時制高校2年の時に、えー、今の,あの初級職の国家公務員試験ですかあれであのどういうけか受かれましたもんですから、はい、それに合格しましてそれであの郵便局で勤めるようになりました。と言いますのは先ほど申しましたとおり民間では一切就職は受けられないということです。それであのようやく あの一番喜んでくれたのはおばあちゃんが一番喜んでくれましたようやく人並みになったと言ってそれが実態です先ほども身分を明かしてしまうとやはり差別を受けるから繊細孤児だということは言わないとおっしゃってたんですけれども、はい、社会人として働く中ではそういった自分は繊細孤児なんだということはもうずっと隠し通してきたんでいや,いやあのこれはねすでにね就職してから10年間 10年間は続きましたで10年経って初めてね国の企業だったもんですから、えー、そういうことをしてはいけないという通達が出たのが私は就,年就職してから10年目ですそれまではあのいつもの通りありましたいつもの通り結局 <あっ S 1> 高校ねあの時に行ってるまで中学高校で受けたようないじめは10年間続きました。社会人になってもそうい 特に年寄りが悪かったね。そうなんですかね。逆にあの昔のことを知ってるからね。うん。で、その通達が出てから。まあ、簡単には治んないですよ。それはもうね。だから20年以上やってることですからね。通達に出てすぐなるわけないです。ただ、向こうはやっては悪いっていうことだけは分かってるから、通達が出ればね。その辺は楽になりました。 石川さんがこれだけは伝えたい残しておきたいっていうことはございますか、はい、あのやはり一番あのショックだったのは、えー、最初に、えー、全国の、えー、大会へ、えー、行かしてもらってその中で、えー、ある、えー、説明の中で日本だけだっていうですねこうして戦災孤児あるいは、えー、戦災の方にお金を払わないのは世界で日本だけ。 あと、えー、ドイツから始まってイタリア、そしてアメリカは当然、そして、えー、イギリスもフランスも、えー、戦災孤児と軍隊の恩給の差別は一切しない。同額を払ってるんですね。それを受けた時が一番ショックだったです。別にあの高伸びしなくてね、ただ世界のと同じにしてほしいっていうだけです。戦災孤児とかそういう言葉で今まで非難されてきましたから。 これからはね、人とししてて扱っほい。そして世界と同じことをやってほしいこのまんま世界へ残すってことは例えばこれから戦争が始まった時に昔の人はどうやったとなった時に結局は我々が一番悪者になると思うんですよね何にもやらないで死んでったっていうことそれだけにはなりたくない,っていうそれじゃないと黙って死んだらそのまんま 言う通りに死んだことになるじゃないかなと思ってそれが一番怖いです潜在孤児は今一番それを恐れています